ということで、夏です。夏真っ只中。最近知ったんですけども、ガリガリ君で皆さん知ってますか？ガリガリ君、ガリガリ君ってすごいね、安くて、はい、うまくて、もうすごいいいんですよ。安くてうまいんだ。ガリガリ君のあの当たり出るまで終わりませんみたいなやつ、はいはい、をやってから、あのガリガリ君うめえなって改めて気づきまして、そっからガリガリ君ほぼ毎日食べてるくらい、もう本当に盛らずにほぼ毎日食べてる。でですね、今回はあの、はい、そんなガリガリ、僕の大好きなガリガリ君をですね、巨大化させたい。させよう。でもYouTube 見たところ、うん、みんな7年前にやってたよ。いや俺たちの結成当時ぐらいにやってたけど、8年活動してやっとガリガリ君を大きくしように、一周やっときて脳みそを使うって回りました、やっと。あ、巨大化したら面白いんじゃね。シッシッ、今回買ってきたのがですね、はい、巨大なトレイですね。タッパーですかね。タッパーか、はい、巨大なタッパーを4つ買ってきたんで、ここにガリガリ君を敷き詰めて、はい、で4つのブロックを作ると、はい、で4つのブロックをまた凍らせて、はい、で完全な4つのブロックできたら、これ、はい、このタッパーからパッと出して、はい、この多分ちょっと若干隙間が空くんで、そこはちょっとなんかあのガリガリ君でこう埋めたりとかして、そんなレンガみたいに繋げられる。それ以外でこううまくつないで、この巨大な一本のガリガリ君を作って、しかもこちら、わお、やばない？巨大な板です。こうなんかさ、こういうすごいこれ。すごい、イメージはすごいけど。イメージすごいでしょ。7年前の人はここにチロッとつけてるだけなのに、ちっちゃいの棒ごと固めることはできなさそうだから、固めたやつをこう4つこう乗せてた、乗せてたんですね。はい、いやでも僕はですね、立てたい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 、これをこう、こういうこと。そう、だって普通アイスってこう食べるよ。シシ、まあ僕の計算だとできます。できるんだ。できます。今回頑張って立たせということで、あの立たせてくれさる協力者ですね。はい、任せてください。立たせます。立たせる助手です。立たせます。はい、必ず。今日はもう必ず立たせますんで。立たせましょう。シッシ、同時に固めたらワンチャンあるよ、こうやって冷凍庫から出した時に。うん、でも冷凍庫から出して4つをくっつけてここにぶっ刺すわけでしょ。はい、ぶっ刺した時にもうボロボロなわけん。てかもう分かんないけど氷だよ多分。こいつ鮮度に熱してニューって入れてくる。シッシ、オープンザガイガイか。いや近すぎてわからない、近すぎてわからない。ドーン。またこんなに食えるわけ。幸せでしょ。しかも見てください。おー、重てー。これガリガリ君しかない。もう開けても開けてもガリガリ君、もう開けても開けてもガリ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 、もうガリガリ君しか見てない。あ、人だ。コンビニのバックヤードじゃないですよね。相当あるよ。サーチ法してる？ガリガリ君でサーチ法できる？これ結局ね、溶かすんで、まあ別に若干強いでも関係ないってことは関係ないんですけど。はい、これ1個入りますよ。女子！女子！あ、女子！ロボットダンスしないで。すいません。お前は偉くないのに予選敗退でーす。シッシ、すごい幸せ、今。よいしょ。はい、コンチロン。さあこれ、これ1個入れるんですけど、はい、これです、たった1個で相当入る。企画でさ、当たり出して以来食べ続けてるけど、未だに出てないから、ね、1回なかなか出るもんじゃない。うん、そんな感じで気持ちいい、このカリカリ君を抜く。しかもパッて入れてる。手がだんだんヌヌヌヌで開かない、うん、うわ、いい音。嫌な手、めっちゃ嫌な手。なんでやねん。こう最小限にさ、ちょっと抑えればいいのにさ、なんかわしづかみするの。しかも手洗ってないし。さっき鼻のここイジイジした後に手洗ってないし。これのブロックのとこ食いたくないどこになるだろう。右上かな。右上のブロックになったら右上食べたくない。藤枝だけど知らない謎の癖。鼻を親指でクニクニするやつ。鼻の穴。うぜえだけどね、尾形家。尾形家か。シッシ、うわー、当たりー。すごっ。やばい。
オリンピック見てます？オリンピックさ、ちょっとまあリアルタイムで終えたりはしてないんだけど、うん、TikTok とかで結果見たりとかするの、うん、でやっぱマット作ってる人がいて、あーはいはいはい、でしかもあの英雄っていう曲でるでる男なら誰かのためにあれの、うん、柔道日本代表の団体のマット作られてて泣いた。ええー、すぎてフランスに負けちゃったんだよ。でも嬉しいよね。その柔道って確か日本発祥か、その日本発祥のスポーツが海外に広まって、うん、有名なスポーツとなって有名な選手が生まれるって。へえー、いやすごいわ。なんかあれだ、1万企画が海外まで行ってさあ、そうそうそうミスタービストが1万企画やってるみたいな。シシてかさ、4つつなげての巨大にはならないかもしれないけど、2つをこうするやん、うん、で、もう2つもこうするやん、うん、あれの間に入れちゃえばいいんだよ。これが下で、あの板をここに置いて、こうするこうしたら、立たない。この今やろうとしてるのさ、あ、そうそうそう、こうやん。そうでもこうだと、面積もでかいし、こぼれ、崩れやすいし、うん、ぶっ壊れそうじゃん、うん、だけど、これで、あの板をこっちにやって上からそういうこと、こういうこと。え、でも相当でかいよ。あーでもでかいか、でかいわ。それではダメ、それではダメっすよ。それではダメでした。シシこれさ、ジャンプ砕こう。めっちゃ砕きやすいのあったやん、これ。めっちゃ砕きやすいのあった。うわーすげー、すごい感覚、すごい。すごいすごい北極やん。北極来た、ガリガリ君の北極来た。博士、はい、なんだい。ちょっとずっと思ってたこと言っていいですか。なんだい。多分立たないですよ。え、シシ最悪やな、最悪の手で。じゃあ一ブロック完成でーす。いやいやいや、お前横見せてみろよ、こっちに。え、スカスカじゃねえか、表面上だけじゃねえか。見てみろここ、スッカスカじゃねえか。おい、新品だぞ下の方。あ、やばい、ほんとだ。これだから博士、博士は博士、博士でこれいいですよ、下まで浸透するんで。あ、入ってますね、すごい。それ下までいきます、隙間に。おお、すごい、アニマス見てる気分。最近面白い YouTuber います？最近見てる人いるんですか？僕はいます、いるのでこの話題を出しました。ですよね。はい、ただ自分語りになってしまうので先に相手に聞くという技を使ってみましたが、まさかのフルカウンター。相手もです。リアルな話をしちゃうと、うん、あんま YouTube 見ないんですよ。はい、本当昔から言ってる寿司ラーメンで食うだけずっと追ってるという、うん、あと他はまあ家で流れてたりおすすめに出てきたりしてた人を見るんですけど、うんうんうん、やっぱり家でレイクレが流れてることが多くて、はいはいはい、この前レイクレの1週間漁師生活ってやつを見て、うん、爆笑しましたね。え、嘘。1週間漁師生活してた、うん、おもろすぎたね。いや、やっぱレイクレ面白いよね。これ面白い。どういうシーンで笑うの？どういうシーンで笑うの？まあ基本全員おもろい。なんだろうな。へえ。あの、俺結構性格悪いからさ、クソみたいな、うん、あの性格のやつを見ると笑うの。ああ。だから俺あのお風呂24時間のジンちゃんが布団にションベン引っ掛けたシーンとかめっちゃ好きなの。はい、当たった！ええー？え？ 2 回目？やばい、これも当たりだし。え、薄っ当たり。ずっと舐められてる誰かに。え？こんな薄い当たり初めて見た。当たりほぼ見たことない。すごっ、2回目。そういうあの人間のクズみたいなシーンが大好きで、うん、レイクレそれむっちゃ多いのね。こいつクソやなみたいなシーンが、うん、まああの動画上作ってる可能性もあるんだけど、それがやっぱすごい見てて面白い。へえ。やっぱ今の YouTube ってちょっとあの優しさ求められるクソみたいな時代だから、シシ
YouTuber いろんなチャンネルがあるから色があって難しいけど、レイクレはそこを多分突っ切ってきたわけよ。うん、優しいなんかいらん、かっこいいなんかいらん、面白いだけやって、あそこを突っ走ってきた YouTuber だからこそ分かる、その笑いに対するストイックさ、うん、真面目さ、それがやっぱりすっごい面白い。へぇー、食べていい、これ食べましょう。うまい。やっぱうまい。しかもこれやばいね、これ雪だ、これ降ってきたらどうなるか。これが氷菓子です。幸せだ、うん、幸せだ、これやばい。冬やん。夏企画じゃないよ。曲が雪だ。冬やん。完成したので冷凍庫に入れていくぞ。お願いします。あと3つです。うん、物理的に入らないよね。上からかぶせました。ここにさあ入りましたよ。まあちょっと4時間ここで寝かせて、であとはちょっとこれが固まったらここに挟み込んで、ガリガリ君にしていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫です。あ、わかりました。シッシー、今でも青が澄んでいる。うまい、うまい。今でも青が澄んでいる。あ、うまい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 。めっちゃすんうまいやん。じゃあ僕いいですか。今でも青が澄んでいる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 。予選敗退でーす。さあ、ガリガリ君確認して。ああ、早く！任せて、まこちゃん博士。これはどうですか。ちょっとトゥントゥンしていい？トゥントゥンしちゃってみちゃってよ。おお、カッチコチやない。硬いぞ。とりあえず出しますよ。結構青澄んでますよ。今でも青。え、そこでその必要ある？そこでその画角の必要ある？カメラの学校3年通ってました。いや、無駄無駄無駄。どうしよう。サランラップ行かないとじゃん。確かに。あれ、どこ行くの？どうしました？ああ、サムネイルです。さあ、この手で、ああすごい大事です。さあ大事です。流すようにして、うん、上から下しっかりね、洗ってしっかり木で洗う。やっぱ見てる人が真似しないように。うん、そうね、そのまんまでいかないようにね。そうまあ床に置いてあったやつだしな、それな。いろいろね、こうお母さんに作ったよみたいな感じで子供からプレゼントされたら、うん、お母さんも食べたいじゃない。食べたい、せっかくだから。でもあんたどんな手で作ったのって気になっちゃうんで。そうね、こういうところしっかりしましょうよ。あんたどんな手で作ったって言いたくないもんね、子供にはね。そうそうそう、頑張って作ってくれたのに。し、京ザメです。よいしょ。おーい、おーい、お前。あ、おい何も聞いてなかったか、お前。あ、はい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 。全部食べるとなったら綺麗な方がいいよ。まあそうですね、せっかくならね。よっしゃー、行くぞー。俺たちの夢を叶えるんだ。よっしゃー。この状態を作ればいいんだよね。そうです。で、板乗せてその上にまたこの形。そうじゃあ、下は行かせてもらいます。お願いします。力技？ああ、すごい、すごい。すごい力技、力、おお、力技やな。綺麗。なんか魚さばく前みたいな手つきで木の板やってるな。わ、すごい。ここがずっと揺れているから。あとは任せました。仕上げはあなただ。仕上げは私ということでいきますよ。立たせましょう。シッシー、ここはね、平行にしたいところである。平行にしたいですね。ちょっとこれ何か入れたいね。あ、わかりました。ちょうどいい。はい、オッケー。インサートオッケーです。ここのかさ増しに用意されたのは小さいミニシュワッチ。果たして彼はこの困難を乗り越えられるのか。次回、シュワッチ満面の笑みでキス。お願いいきます。大事よ、ここ。ふっ、えぐい。
でガリガリ君。よし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 いいぞいいぞいいです博士ナイスだラストだ女子が行くぜ任せて起きなえはい完成したぞさあ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 とはお願いします修復を任せてください立たせるだけですあとは立たせるだけです博士立たせるがここまで長い道のりでしたここまでかなり辛い道でした僕も何度助手を辞めようと思ったかいや心配させてごめんよいいえ博士がここまで僕あこっちか君と一緒にやってきた研究本当に楽しかったちょっと俺さ絶対動画できないけどさ、うん、立たせる時にここも一気に踏んでさ俺さあはい、結構いい感じになってきてるぞほらほらほらつながってきている隙間があれこれもうでっかいガリガリくんじゃんシシでかすぎでかいよ暴起でかすぎやろボートアイスのボーの割合多いってこれポッキーだったら苦情くるチョコの部分少なすぎるだろってあもううまいことは言いなかったねさあシワッチを抜くよまず最初にはいでかい横がさあ大丈夫下がらない下がりませんシュワッチさあ大丈夫お前使い捨てかまさかさあ弱いところにこれ補強します女子と博士の夢がやっと実現です長年作り上げてきたこのガリガリ君兄弟所沢の昔だったらここがサムネでしょうハハハハ激弱サムネ完成しました7年前これを作ってる人はおそらくいただろうはい、だから僕たちはガリガリ君リスペクトを込めて立たせるとえ全部が動いてる動いてます全部ちゃんとしっかり立つんじゃないかいただいていいですかベロベロしちゃってうわ当たりだといいなうわーすげえマジですげえいただきますかお願いしますおっいきますあうまっやばい。いやガリガリ君すごいな。溶かして固めてもガリガリ君ない。シシ。残すと思うでしょ。ジンちゃんと僕のインスタをフォローしておいてください。ぜひフォローしてみてください。これすごいですよ。毎日ストーリーでこれ食べてますから。まあ結局ガリガリ君毎日食ってるんだよね。それがこれになるって。そうそう全然変わんないですから。テレビでさスタッフが美味しくいただきましたの量じゃないもんね。何年分だよテレビのスタッフで美味しくいただきました本当なんかねまあなんでガリガリ君でやったかっていうところでこれがもしかしたらチョコレートアイスだったらスタッフでいただきましたで捨てる可能性があるはいはいはい、まあ、そうですそうなんで す, でも我々が本当に心の底から好きだったガリガリ君ですからこれ僕の好きなアイスじゃなかった場合は普通に捨ててますんで YouTuber って平気で捨てますいける今日中にえシシヒロアカをアニメで見ましてえ見てなかった僕ヒロアカでジャンプで見てるんですけどうん最新やん。ヒロアカ終わりました。ええー。やばいでしょ。ヒロアカ何？もう終わったっていうのは何？え最終回。打ち切り？違います。あの何人気アニメ打ち切り？でに終わりました。あ、ええー。じゃあてかもう見たの？最後まで全部見ました。ええー、それ単行本も出てないの？単行本は出てない。ジャンプで。ジャンプでってこと？えぐいねそれ。終わったんだけど。うん。今アニメでは。結構もう最終局面みたいな感じでうーんあのもうオールフォーワンとうん、ラスボスだよね信楽弔と、うん、かっちゃんととかもうヒーローとヴィランの総力戦はいはいはいで戦ってるシーンなんだけど、うん、やっぱこうジャンプで読んでたから名シーンとかもやっぱ1ページとかで終わっちゃうアニメだと本当にもう何十秒使ってそこをかっこよくするんだけどヒロアカ見始めた時から変わんなかったんだけど最初から最後まで推しはかっちゃんでしたねかっこよすぎるかっちゃんって爆豪爆豪かっけマジで俺もう爆豪最初の頃うざすぎてもうああちょっといじめっ子でねうん確かにもっといじめられっ子としてはもう許せなくて最悪の過去が蘇ったわけだうんそれが過去にねどんな嫉妬だとか何があろうともはいはいはいやっちゃいけねえこととしていいことも似たからだろシシでもなんかそれを上回る何かあるわけいやでもねわかるわかるよそれすごくわかるいるよね結構だってかっちゃんが結局さまあよくなるやん言うたらまあドラゴンボールで言ったらベジータですもん
あのなんかうざかったベジータが最後なんかいいことしたから、俺ベジータやっぱかっけえな、ナンバー2だわって思うけど、お前最初にしてた格好消えねえかんな。シッシッ、それはでもやっぱ分かるっちゃ分かる。ん、めっちゃ分かる。めっちゃ分かる。だからあんなに無個性で悩んでたデクに対して最低なことをしてきたわけじゃない、うん、あれは許されない。え、でもやっぱデオが先を知ってるから、その先を知ってたらまあまあまあ仕方ないかとはなんないんだ。なるね、ま、過去は過去でそれはひどいよね、うん、でなるんだ。あのいじめてた過去なくなると思うね。ただやっぱ悔しいんだけど、そういうのがあったからこそちょっと挫折とか、あのデクへの憧れ的な、うん、デクを友達だと思う瞬間っていうのがより輝くじゃん。まあ確かに。それが人生なんだよね多分、うん、それが人生なんだよね多分。シッシッ、だってお前めっちゃいじめてたやん、うん、めっちゃ嫌なやつやん、なのになんでこんなかっこいいのってやっぱギャップがあるからだね。なるほどね。悔しいけどカッちゃんは本当に一番かっこよかった。なっほー、そうなんだ、爆豪なんだ。うん、でもさ、ヒロアカの作者もさ、爆豪はうざく書きすぎた、ちょっとなんか反省しなかった。あ、そうなの。うん、あれじゃないの、あの呪術廻戦の五条悟をちょっと強くしすぎた。え、そうなんの。漫画家の反省。いや、それヒロアカの作者も言ってたから。爆豪ちょっとうざくしすぎたわ。デクがオールマイトから力もらって強くなった時に、うん、お前せけーよっていじめるのは分かるじゃん、うん、ちょっと、うん、お前無個性のくせにみたいな、うん、無個性で生まれた子にやりすぎてる、うん、弱い者いじめも肌肌しいからね。ダメだよそんなにしちゃって。シッシね、土地食ってる俺だし。その土地に降った雪全部食ってる。減らなすぎだし、俺たちむっちゃ食ってるよ。結構食べる気がするよね。おそらく来年まであるよ。食わなすぎ。寒くなってきた。て、本当に雪と一緒だよね、冬の雪と。本当そう。このすっごい雑な絵だけでも、あ、ガリガリ君作ろうとしたんだなって分かるよね。このさ、この棒にさ、アウト棒で、ね、アウト棒で、あ、こいつら失敗したんやな。よそ様、ごちそうさま。博士失敗でした。最後まで見てくれてありがとう。夏と言ったらやっぱりアイスだよね。ガリガリ君って美味しくて氷菓子って感じ。それを世界一でかくするって天才だよね。次回のスカイピースは締め量55万の日本一高い美容室ピース。タッパに詰めやしょう。あー、寒い。やばい、冷たすぎ。あー、寒い。あと寒いよね、やばい。あとすごい寒い。これ雪一万円一瞬で終わるかと思ったけど、そんなことないかな。雪一万円企画。雪じゃねえや。かき氷。かき氷やばそう。しかもさ、ずっと痛くない？痛い。ずっと痛いよね。ああ、冷たい。しゃもじやる、しゃもじ。これ、これで。あ、最高。こっちの方がいいかな。どれか。これがいい。これでこうします。かき氷屋さんや。はい、どうぞ。手が。はい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 、はい、これこれ、こっちにさ、タオルで捨てる。ダメだ。最悪や。はい、坊主、はい、坊主。2個ぐらいで収まりそうだね。はいはいはい。やばい、めっちゃある。かき氷。ガリガリ君やばい。よいしょ。コンプレにしとった。オッケー。うわ、すげえあるやん。主人公手綺麗だから、こいつを。はいよ。はいしょ。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。冷蔵庫入れときます。お願いします。うわ、すげえ業務用ガリガリ君みたいな。見て、業務用ガリガリ君。移動式のね。移動式販売の。
雪かきや。全部食べれる雪ですよ。すごい、こんな夏溶けんのに外だとこんな原型を保ってくれるか。よっよっ、ガリガリ屋さん。でっかい山落ちてからだ。え、あーやばい、しかも絨毯の色同じでわかんない。最高。いいよいいよいいよ、全く同じ色だったな、絨毯と。また絨毯買いかよ。何代目だよ絨毯。何代目だよ。じゃあ、オッケおしまい。